屋には祭りから収入を得る組とそうでない組が存在する。極東新政会二代目榎本組は金融業を営む。まだ夜が明けない頃、事務所に組員が大勢集まっていた。組長宮田勝彦は巨額な不良債権回収の対策に追われていた。組長は祭りのわずかな収入よりも億単位の金融業の方がよほど良いという。時計は午前6時を指している。組員は組長の指示を待つ。宮田組長は不良債務者を連れてこいと指示。直ちに組員は外へ飛び出す。組長の付き人トリス正道も親分の指示を受けて不良債務者の自宅へ向かう。返済の取り立てはどのようにして行うのか、私たちは追跡をすることにした。不良債務者と呼ばれる人物は銀行から借金のできない人の代わりとなり、他人名義の土地を担保に高利貸しから金を借り、それをまた貸しする。そして高額な手数料を取るのである。ところがまた貸しした相手が返済しない場合は逃げるしかない。今回取り立てられる人物も同様である。当然住所も曖昧である。しかし二代目榎本組は確かな情報源を持ち、本人の住所はもう割り出してある。トリス組員は債務者が自宅にいるかをまず電話で確かめる。渋谷のどこで会うか聞かねえけどさ、ねえ、やっぱりうちの事務所の人間にこの野郎バカ野郎って言われてさ、ねえ、本当に体取りに来ることになっちゃうじゃない。債務者は自宅にいた。トリス組員たちは事務所から電話をしているふりをしてそばに来ていることを隠す。逃げられたらおしまいだからだ。債務者はマンションの302号室が自宅だという。すかさずマンションの3階へ向かう。301号室しかない。302号室は存在しないのだ。彼らは周りの住民の目が気になり焦る。力でお前取りに行くぞ。お前もう下まで来られてんだからよ、往生しろよ。なあ、他の仇の人間もいるんだからよ、下まで来たら手出さないからなあ。他のここら辺の住民も立ってんだからよ。とぼけてるとお前一軒一軒筋肉ゾーンマンチ全部出てこねえとこガラスあってお前侵入すんぞ。裏は全部もう裏まで全部固めてあんだからよ。なあ、もういい加減往生しろよお前。来んのか来ねえのかはっきりしやがれ。一向に外へ出ようとしない債務者。トリスはある作戦を立てた。もうピンポンピンポンって下ろして。マンションのチャイムの音を電話で聞き出し、債務者の家を割り出す作戦である。おてめえ何やってんだこの野郎。何が行くんだこの野郎。今ピンポンって鳴らしたとこそうだから。鳴らしたのどこ。何階。そこそこそ。てめえとぼけたこと言ってんじゃねえよ。早く通りてこいよ。来いよ。窓ガラス何度。
言葉で脅しても物や人には絶対に手を触れない。警察の追及から逃れるための鉄則である。だからそうやってあるぞ、アイゼント。今だな、戸開けよ、とら。せどらな、戸開けちゅうよ。戸開けろや。戸開けやよ。この頃になると、近所から110番通報が入るかもしれない。取り組員たちは焦る。本当に行きますから。何が来るんだよ。もうあんだ、本当に。待ってください。まあと1分待つけど、それは、戸開けよ。はい、聞こえたか。わかりました。え、はい、今扉で開けろよ。近所のあれあって、下に行かないよ。お前、近所のあれがあるんだよ、はい、早く出てこいよ。行きました、行きました。こっちだってお前、時間猶予かなりやってんだから、はい、な、お前、この家いられなくなるぞ、本当に、はい、早く来いよ、はい、早く出てこいって言うんだよ、はい、今、はい、4万の盗作が来ぜ。おい、はい、一瞬トリス組員の顔色が変わった。警察が来たと直感したようだ。まるで動物的感である。もう来いよ、早く往生して、はい、な、はい、お前女房子供がかわいそうだと思わねえか、はい、え、みんな周りだって見てんだからよ、はい、な、はい、早く来いよ。彼らが一番気にしていた刑事が来た。しかし、あ、どうも、え、あ、ちょっと債権の取り立て、いいよいいよ、別に警察なんか関係ねえんだから。何やるよ、関係ねえんだ。出るとこ出た方が帰っていいよ。取り立て。法に触れていない彼らは強気である。警察官の仲裁により、債務者は2代目榎本組事務所へ行くことに同意した。10分も乗っちゃうから。この男は大金を身代わりした相手にさらに1億円を貸し出し、その金も戻ってこないと主張する。しかし身代わりといっても債務責任はこの男にある。東京池袋、金融業2代目榎本組はここに事務所を構える。取り組員の役目は債務者を事務所に連れてくるだけである。おとなしに出てくれんねん、これ出てこい、出てこい。こいつは近所迷惑されかんみたいな、おとなししたらったんや。どうなってんの。どうだしたぞ、これどうなってんの。金が出てくる場所はどこにあるんや。組員たちは組長を待った。組長宮田和彦はこの男に対しどのような判断を下すのであろうか。東京池袋2代目榎本組事務所、不良債務者が組員たちを相手に言い訳を続けている。抹消してこいよ、この野郎。なぜ俺のところで競売なんかしなきゃなんねんだよ。うちについたあれはね、私何も知らないんですよ。知らないって、だって知らないじゃん、お前。通んないだろ、っつんだよ。それでですね、これ大して安いのかないと思いますけど、こんなんやねん。ただね、何言われたんですよ。
正直と小田さんとの関係でね、約1億ぐらいやられちゃってるんですよ。それから幾多に1500万と。いや、俺はそんなこと関係ないだろって言うんだよ。え、人の再建さえも俺は関係ないだろって言うんだよ。あんたが来てだよ。え、そうだろ。あんただっても悪徳業、お前、あんなよ、お前の名のあるところのお前業者にいたんだから。え、今回本当私の店では申し訳ないんですけど、一応そういう形で私の方はやらせてもらって、それはそれで社長の方で協会でもやっていただいて、一応おかげのことは私の方で全部やりますから、きちっと。この男、自分が金を集めて処理することで話し合いがついた。こうしたトラブルは一日何件も起こるという。他人の土地を担保に金を借り、その金をまた貸しして暴利を得る不良債務者もヤクザの世界で生きている。債務者との話し合いについて任務を果たした組員の一人は事務所の中で入れ墨を入れていた。この堀氏の入れ墨まで仕上げるには数百万円はかかるという。代金は本人負担が原則。しかし場合によっては組長が支払ってくれることもあると聞く。事務所は24時間開き続け、さまざまな組員の出来事に対応する。ところで、敵屋と暴力団とはどう違うのか、宮田組長に尋ねてみることにした。敵屋と暴力団の違いだってさ、敵屋だって暴力団って世間に俗に言われてんだから同じじゃないのかな。敵屋に入ったから、敵屋にね、全部その賠をしなきゃいけないと。じゃあ、バクトに入ったから全部バクチをしなきゃいけないのかと。ね、白い棒を敷かなきゃいけないのかって、そんな定めは何もないわけだ。で、宮田さんはこうやって池袋にね、事務所構えて、食っていくためには、大変ですよね、随分。でもそれは、大変っつったら何の商売だって大変だよ、早い話が。ね、死亡法なことは死亡法なことでさ、そのためにさ、やっぱり懲役も行くんだろうし。ね、そこはその指導者によってさ、ね、やっぱり指導者は上に立つ人間が良ければ、やっぱり、一つの企業にしたって、今のこのヤクザの組織っていうのは企業と一緒だからな、早いことがね。だからやっぱり、いかにいい人材を集めて、いかにいいものをね、合法し合法を問わずにして、いかにみんなが食えるようにするかっていうのは、これはやっぱり上に立つ者の責任なんだよね。この夜、トリス組員は八王子に向かっていた。サンタマは彼にとって地元であり、多くの友人がいる。その友人からの情報を頼りに自分の子分を見つけようとする。この日も子分のスカウトに乗り出した。どうだ、八王子の。どうだ、商売の子分。あ、いいよ、そっち歩こうよ。それで他のせよ、若いやつなんかでよ、それをやるようなやついるから。ちょっとみんな、ああそう、うん、でもみんな仇でやってんの。はい、商売、はい、仇の仕事やってんの。ええ、遊んでるやついないの。今みんなちゃんと仕事してる。うん、お前の友達で少年院とか言ってるやついないの。今ですか。うん、今入ってるやつはいないんです。え、今入ってるやつはいないんです。いないの、はい、ああそう、やっぱりな、厳しいからよ、はい、だからそういうので結局甘はんからな、いい服着ていい女がいてよ、いい車乗ってだとかよ、はい、なそれだけ思ってよ、来るようなやつはいらねえからな、やっぱある程度修行はしょうがねえと思ってよ、ピシッとな、はい、誰かいたらよ、紹介してくれよ、はい、な別に無理によ、強引に返しになるとか俺は言わねえから。ただそういう気持ちを持ってるやつはよ、よその組織行かれるんだったらな、やっぱりよ、一人でもな、こっちの手元の方に置きたいしな、手元に置いてやっぱり伸びるやつはな、
伸ばしてってある程度しよう。医療部ごとにちょっと分かりしてほしいですよ。次々とトップクラスの不良グループと会う。弟分にあたる彼らは必ず背広を着て身を正してトリスに会う。トリスは将来組を持ちたいという。確かに帰ってよ、女房と子供とよ、結局女房、まあ、子供はいないけどな、女房と一緒にいて家にいたりします。宮田組長からの呼び出しであった。組長の付き人の彼はどんな場合でもすぐ舞い戻らなければならない。宮田組長は酒を飲みに行く場合でも必ず彼を呼び出す。組長はトリスを大物に育てたいという。だから全てに関して厳しく、甘えは許さない。トリスたちは中に入ろうとせず、ひたすら外で待つ。いや、自分でちょっと入らないですね。いや、修行中の身だからしょうがないですね、はい、やっぱ銀座だとかね、新宿なんか行くとやっぱりいろんなお客さん来るから、やっぱね、目から見てね、やっぱりしっかりしてる若い衆がいるっていうだけでやっぱり違いますからね。そういうのやっぱり他の人間なんか同じ若い者同士は見ますからね。あそこはやっぱり若い衆が外でちゃんと立ってるって、やっぱりしっかりしてるなって。そういうのを見比べて若い衆は若い衆同士ね、やっぱりそういうのを張ってますからね。変な意味じゃなくてね。組長から解放されたのは午前1時。彼らはヤクザの世界の厳しい掟の中で育ち、次々とヤクザ予備軍を集め、その勢力を拡大していく。今ヤクザはその組織を会社組織に変え、法の目をかいくぐって暴利を得ようとする。合法であればたとえ警察であっても難な手を出せないことを彼らは知り尽くしているからである。大道を歩き出したヤクザ、その勢力はとどまる心を知らない。井口さん、今あの解説にもあったんですけど、ただ僕が星さんにお金借りて返せない時に、はいはい、あんたが、うん、ヤクザの人に頼んで取り立ててもらうっていうのは、これをやる時にはですね、これがよくあるケースなんですけど、民事ですね、はいはい、お金の借り、民事に介入する暴力だと。で、民事介入暴力といって、これをその頼んでですね、ヤクザが取り立てに行くと警察は出てくるわけですよ。じゃあさっきの場合は違うんですか？さっきの場合はね、実はあの人たちは金融業なんで、ああ直接自分の債権を金本組からお金を借りてるわけ、うん、そこであれちょっとね、おまわりさん来ますね、うん、そうすると刑事は必ずね、そあの中にいる人に、債務者に本当にこの人たちからお金を借りたのかと聞くわけです、うん、借りてますと、うん、それじゃあここで話し合いしないで、どっかに行けと言います。でどっかは事務所なんだから。ああ、それだからさ、何も警察がリードしてるわけでもないわけですよ、ね、ということは組員が言ったように別に警察が来ても平気なんだよと、うん、それよりも何よりもですね、借りたやつもですね、実はそこからお金を借りてまたより高い小売で人に貸してるんですね。そこが焦げ付いたもんだから、そのくらいのがあるわけですよね。だけどさっき あの親分の人が言ってたように、ヤクザといえどももう企業と同じだよって言ってましたけど、うん、ああやって社員の組織みたいなの見てると今の現代の企業と同じだよね。そうですよね、うん、だからなんとなく彼なんか見てるとまあ、ちょっとね、少しこう話し方なんか口の聞き方はあるんだけど、ちょっとなんか野球のスカウトみたいな感じがしたりなんかして、うちへ来ればまあね、それでいいんだからみたいな感じがして。ただ最初のたこ焼き屋の時に昔の薬剤家なんかだと、うん、てめえこの野郎1万円しか売られるかバチーなんてなるんだけど、絶対楽ないと、まあ明日しっかりやるよって言うのは分かるけど、やっぱり人も集まらないんですか？それで区民を若いね、17、18、20歳ぐらいで、さっきのポケベルですよね、うん、ピーとなるとかね、あれがうるさくてしょうがない、デートもできないってわけですよね。あ、休日はないんですか？
あ、いや、週休2日制を要求しとるんだけど、親の人ではね、どこもみんなそうですよね、最近は。ちょっと通らないんじゃないかな、私たちも週休2日制ってダメだもの。あ、そうですか、週休4日を要求してる。それではこちらをご覧ください。大橋組に入る。